群馬県ラジオネーム黒羊、アルコ&ピースの平子さん、酒井ちゃん、こんばんは。先日ルナシーの13年5ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバムアウィルのリリースが12月11日に決定したことが発表されました。アウィルとは遺言を意味する言葉、未来への意思もあるし、これが最後の作品になってもいいという気持ちも込めていると説明していますというね。遺言、遺言、アウィル。俺一応家族を持ってるからさ、はいはいはい、ただまあ遺書とかさ、うん、書くほどのあれにもならないけど、いつどこで何があるか分かんないから、うんうんうん、残されたものの気持ちとしてやっぱさ、うん、俺側の気持ちは伝えておきたいなっていうのはやっぱあんのよ、うん、夫として親として、はいはいはい、だたまにね真由美にね思い出したかのように、うん、もし俺なんか突破すぎなんかあったら、うん、全然まゆちゃんをそして子供を本当に大事に思ってくれる人いたら、うん、俺に気にせず一緒になっていいんだからねってあのね1年に1回ぐらいのペースでね過去5年ぐらい言うんだけど、うん、そんなこと言わないでってまゆちゃんすぐ泣いちゃってまゆみさんもおかしいなそれで、それ見て俺も涙ぐんで、うん、なんだそれ、何それ、俺なりのアウィル。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。アルコ&ピースの平子祐希です。はい、ナイティナイさんお疲れ様でした。木曜日のオールナイトニッポンゼロ、アルコ&ピースがお送りします。はい、ね、うん、まあ遺言ということでね。あー、ウィルっていうんだね。ウィルっていうのね。なんかでも遺言とか書く人もいるよね。あの須藤元気とか確かね、遺言書いて、あ、小比類巻だったのな。うわ、どっちも超書きそう。小比類巻だ。だよね。小比類巻高行。そうそうそう。もう試合前に必ず、ね、うん、衣装を書いて試合に臨むっていう。うん、全然勝てねえから臨んで。小比類巻。なんかやられんの知ってて書いてるみたいな。今回もボコられんのかなと思って。一応書くかみたいな感じ。そんな感じだったのかな。ねえ、はい、最近のことで言うとですね、平子っちの師匠久保塚洋介がイベントに寝坊で遅刻。あらまあ、いやもうね、うん、そういうところもまでね、うん、含めて久保さんっすよ。久保さんって呼んでんの。久保さんってあんま呼ばないでしょ。なんか今ね音楽活動とかも知ってますよね。いろいろ ね多岐にわたってねえ活動してますよ。やってますよね。フリーダム、フリーダム、久保さん、フリーダム。久保さんって呼ばないでしょ普通。久保さんの背中呼ばないですよ。まあ、先週の土曜日に、うん、ダーリンハニーが、はい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 、日本あるねえ、うん、なんかすごい評判が良かったということで、ね、いや僕も聞きまして、うん、僕まだ聞けてないんですけどね。どうだった。すごかったですよ。長嶋さんの痛さが最初伝わるのかなと思ったけど、もうオープニングから全開。うわ全開も全開。また明日はとは違う角度の痛さなのかな。今度あるんじゃないですか、長嶋対平子。バチバチどういった対決。長嶋対平子対明日は三つどもえ。ずっとさレコードのことバイナルっていう。バイナルね。これ分かんねえやつ分かんねえだろそれ。最後まで自分でだからバイナル持ってきて選曲したらしいですよ。いやーすごいよね。だって昔ダーリンハニーがやってた別のラジオで、うん、もうロンドンとかの、うん、もうちっちゃいライブハウスで出始めの若手のバンド紹介してたらしいからね。だからロンドンでも全然知られてない若手、いい息のいい若手を日本で紹介するっていうね。土曜日も確かやってましたそんな。全然わかんないやつ。誰だよってやつ。すごいな。いやすごい。でも聞きやすかったな、なんかね。あそう。うん、一部っぽかった。本当一部っぽい感じしたすごい。これちょっと気が抜けませんね。いや本当ですね。僕らも危ういっすよね。頑張んないといけないですね。頑張っていきましょうだから。はい、 はい、はいはい、さあということで今週は何やりましょう。うん、そんな話聞かされたらやっぱりね、うん、身引き締めてやっていかなきゃいけないなって思ったから、うん、今やっぱりアルコ&ピースのこのオールナイトニッポンゼロは変化の時だと、うん、あまあそういう意味でもね、うん、頑張っていかなきゃいけない。なのでね、うん、今週から、うん、時事を
切っていかなきゃいけないなっていうのはね思ってるんだわ。僕らジジ切ります？もうそのね、なんかわちゃわちゃね、うん、わらわらなんか楽しいことやってますっていうだけじゃダメな時期に差し掛かってきたんだよ。もっとやっぱ、うん、俺たち結局報道出身者として自覚を持ってもっと意味のあること、うん、意義のあることを発信していかなきゃいけないと。報道出身者何やんすか。だからで今日は、うん、食品偽装にメスを入れたいと考えてます。何も話せないでしょ食品偽装。いやいやいや、これも本当に重要な話あったじゃないですか、うん。あ、まあね、最近ね、うん、芝エビとして客に提供されていたのが、うん、はいはいはい、バナメイエビだった、うん、そんなニュース聞いたことあるでしょ最近。あ、まあ最近ね、よく耳にしますね。バナメイエビなんてニュースでね、よく耳にすると思いますけども、うん、今日はそのバナメイエビを応援したいと思います、うん。あ、全然わかんねえ。あれ全然わかんねえ。いやいや、顔悪いなぁ。あ、顔悪いですか僕。いや、悪いよ。え、バナメイエビ応援したい？いやいや、もう、これ聞けばもうすぐわかると思うけど、うん、食品偽装は悪いこと。うん。これはそこまでわかるよな。うん、まあそうですね。悪いことですね。うん。ただ、バナメイエビそのものは何にも悪くないんだよ。うん。悪いのは、うん、芝エビをバナメイエビとして提供していた人間側だから。やっぱわかんねえな、ちょっと。いや、だから、うん、なのにだよ。うん、なのに、うん、なぜかバナメイエビ自体が、うん、ダメなもの、うん、偽装、うん、なんか悪者のレッテルみたいな感じで考えられてるとこない？うん、まあ、バナメイエビの気持ちになったらそうなのかな。そうだ、これはちょっとおかしいと。うん、ああ、なるほど。うん、でも、バナメイエビのニュースって、先週くらいがピークですよね。ちょっと遅くないですか、触んの。お前がそれ言ってるのは完全に人間目線だ、うん、人間目線で自分の目線で話してるだけなんだよ、うん、ピークとか、うん、自分勝手なんだよそれ。人間側の話題のピークの話だから、うん、バナメイエビ目線になってみ。なんだバナメイエビ目線って言いづらいし。これはおかしいって。誰だモデル、誰だ今の。バナメイエビ自身、うん、相当辛い思いしてると思うよ。うん、そうか。それに、うん、このニュースでね、うん、取り上げられなくなってからが、うん、バナメイエビの本当の戦いなんだって。うん、誰なんだろう、これ。だからもっとさ、物事を多角的に立体的に見るようにしないと、うん、浅い。あ、思考がね、うん、IQ が低い。バカだと。すげえ言うな。すげえ言うじゃん。ということで、うん、今日のメールテーマはこちら。頑張れバナメイエビ。頑張れバナメイエビ。うん。ほら、また切ってんのかな、これ。さあ、ということで、うん、今日はリスナーのあなたからバナメイエビを励ますメールを募集します。うん、まあ、いろいろあると思うんですよ。うん。まあ、こんな時に、うん、バナメイエビを食べて救われました。ありがとうとか。いや、辛い時にバナメイエビに言われたこの言葉で元気が出ましたとか。喋んないでしょ。で、夢を書いたバナメイエビの裏、うん、エビ飛行機作って明日に投げたよとか。ジュークじゃん。いや、どんな感じでもいいです。その、バナメイエビのツイートで救われたとか。もう、そのバナメイエビを励ませるような、うん、バナメイエビとの思い出。だ、思わず涙してしまうバナメイエビとのエピソード。うん、バナエイ話。たったいい話みたいな。だ、とにかくそのバナメイエビにまつわるいい話をみんなから実際にいろんなエピソードあると思うんだ、うん、バナメイエビとみんなのエピソード、うん、それを送ってほしいと思ってます。いや来ないでしょそんなメールテーマじゃ。いや来るよ。この番組もともと報道として始まってっから、うん、始まってないよ。平子さん、じゃあバナメイエビの思い出とかあるんですか。あ、そんなの、まあ、最後ガツンと。あ、あるんですか。とっておきのエピソードを披露するわ。それじゃあ楽しみだな。じゃあそのエピソードあるの。いや、ない。ないんかい。ないよ。ないんかい。あぶねえ。あぶねえ。ぼーっとしてた。メインディッシュ提供するとこだったわ。いいか、確認頼み、もう一回言うぞ、うん、俺はバナメイエビとのエピソードはない。分かったよ。普通ないから。
バナメイエビとのエピソード。だ皆さんからのね、うん、バナメイエビのいい話エピソード、はい、思わず涙 してしまうようなエピソードを待っています。お願いします。メールアドレスはすべて小文字で、AP アットマークオールナイトニッポンドットコム、AP アットマークオールナイトニッポンドットコム、アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。はい。そしてこのアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは、スマートフォン向け放送局、ノッティービーでも有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送でお届けしております。ノッティービーではこのオールナイトニッポンゼロの再放送も行っています。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは、来週火曜日の午後2時から、スマホで見るオールナイトニッポン、詳しくはノッティービーの公式ホームページをご覧ください。ではここで1曲。12月11日発売のニューアルバム、チャオフェイクキングスから、ホワイトアッシュでカサブランカ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、今日のメールテーマは頑張れバナメイエビ。バナメイエビを張りますようなバナメイエビとの思い出を送ってください。メールアドレスは AP アットマークオールナイトニッポンドットコム。はい、とバナメイエビ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。どうしたんですか今日。元気いっぱいじゃないですか。うん、いいですね。うん、メール来てますよ。うん、ラジオネーム、北海道ラジオネームのラゴリラ。うん、試合前に必ず衣装を描いていたのは、小比類巻ではなく、武田浩三ですよ。強いローキックを持ちながら、異常に打たれ弱くて勝てなかった、平成のラスト侍、武田浩三を忘れないでください。武田浩三言いましたね。ねえ、武田浩三描いてたか。そうだね。俺、小比類巻も描いてたような気したんだよな。なんかね、描いてた気したけど。イメージで決めてんのかな。描いてんだろうっていう。すごいんだよね。でも武田浩三って確か経歴とかすごいんだよね。いやいやすごいよ、ね、タイのなんかチャンピオンかなんかにね、日本人初かなんかで。暑かったなこの時代。この時代俺も見てたな。あ、そっか、うん、みんな一緒書いてんだな。そうだね。一緒ぐらい書くか。そっか、お笑いの取り組み方違ってくんのかな、なんか一緒書いて見られた時がことだけどな。誰かにネタ帳の間に挟んでて。あ、バナメイエビのメールが来てます、うん、東京都中央区ラジオネーム改まった金玉。おい、なんだよ頑張れバナメイエビって。平子のどいた全然治ってねえじゃねえか。まあバナメイエビは悪くないから応援するけど、いやこの気持ちよ。いやその気持ちなの。俺をディスる分には全然構わない、うん、俺をディスってのもいいから、バナメイエビは本当に応援してほしい、うん、自分が盾になってもバナメイエビを。バナメイエビは全然痛くねえし、痛えのは俺だよ。自覚もしてるんですか。そうか、みんなでサポートしていきたい。そうですね、うん、皆さん送ってくださいね、はい、お願いします。お待ちしております。僕最近ね、うん、アプリをね、うん、撮ったんですけど、おアキネイターって知らないですか。アキネイター、知らない、アプリ、うん、知らない。なんかね、自分の頭の中に、うん、漫画のキャラクターでも、うん、あの有名人とかスポーツ選手なんか一人思い浮かべて、うん、そのアキネイターのキャラクターで魔人みたい、ランプの魔人みたいなのがいるんですけど、うんうんうん、はい、いいえ、わからない、多分そう、うん、多分違うっていう5つの答えで質問してくるんですよ、うん、それは男性ですかとか、うん、実在しますかとか言って、うん、でメーターがあってどんどん上に100に近ければ近いほど答えが出るんですけど、うん、本当に何でも出て、何想像してもマジで出るんですよ。ここぐらいの、はい、いいえで、はい、いいえで。で、もうほんと、アニメのほんと細かいキャラクター、もうサブキャラみたいなやつとか、僕やったのだとね、山梨学院のワイナイナとか、エリック・ワイナイナ簡単に出てきたり、ルナシーの、さっきのメールですけど、ルナシーのベースの人とか、簡単に出てくるんですよ。ルナシーのベースの人って。ちょっと、これで思ったんですけど、あれこれ、酒井ちゃん出るかなってちょっと思って。あ、その、芸能人枠。芸能人枠で。みたいなね。うん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 。で、どんどんやっていったんですよ。うんうん。それ、はい、いいえ、いろんな選択肢があって。男性ですか、うんうんうん、結婚してますか、うん、お笑い芸人ですか、お来たぞ。おはい、うん。ぽっちゃりですかみたいな。おここ簡単に出ちゃうのかなと思って、うんうんうん、全部答えていったんですよ。そしたら、ジューシーズの赤羽さん出てきた。嘘だろっつって。いや、これは嘘だと、僕も。赤羽さん出たら僕も出るはずだと思って。そうだよな。もう一回やり直して、
ちゃんとやったら、僕の上半身裸で腕組んでる写真出てきました。いつ撮ったそれ。いつ撮ったのか分かんないけど。え、でも酒井のデータは入ってたの？はい。すげえな。それでもちろん、平子さんもね。出た？出ました。それ酒井が出るっていうのは、うん、まずどういう選択肢なの？芸能人。芸能人ってか、お笑い芸人とか、うん。で、絞られていくじゃん。男ですかとか。そうそう結婚してますかとか、ぽっちゃりですかコンビですかとか、もう最後の方は出てきたり、名前の最初は差ですかとか、もうちょっとゾッとしちゃうぐらいの。じゃあもうデータがすごいんだ。そうそうそう。すごかった。さっきそれで、あの、作家の福田くんと、喫煙所で、それで遊んでたんですよ。秋に乗せ出るかなと思って。秋に乗せ？おう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 。ずっとやってたら、舞の海出てきた。だいぶ違うんだよね。でもそのスポーツのキャスター的なところで、うんまあねうん、これだから言ってみたら、うん、それで絞られて出てくる人、うん、で自分だと思って出てきた別な人の場合とかって、うん、その枠を争ってる人なのかね。あそうかもしんないね。ジューシーズの赤羽もそうなんじゃないの、うん、あそうかもしんない。例えば未婚だから結婚したいっていう話ができるとか、うん、ぽっちゃりのところで立ち回る芸人とか、うんうん、コンビないしはトリを組んでて、うん、ツッコミだのボケだのって分かれるって考えると、うん、お前のライバルは今ジューシーズの赤羽なんだよ。そうか、赤羽さんか。で赤羽は、ももクロ系大好きっていう一個のね、一つの強い武器があるからね、相当詳しいとこまで行ってる。そうか、俺そういうのないからな。俺は何一発で出たの？平子さんね、僕がやった限りで一発で出ました。へぇー。で、何回、あの、何回答えられてますみたいなの出るんですよ。おぉおぉおぉ。あ、これを検索した人がいますみたいな。そうそうそう何人います？結構いましたよ、平子さんの。200とか。200？ これ結構多い方です、多分。そうだよな。うん、そのアプリで200検索されてる人って、どんぐらいの人？誰なんだろうそれ。多分ぐらい。武田構造よりは多いと思うんだよな。いや、そうでしょうね。武田構造よりは多分平子さんの方が勝ってますね。そうだよな。ある意味だからこそ芸能ランクみたいな、有名人ランクみたいな、うん、とこですよね、それ。おうおう、そうだよね、うん。検索されてるっていうのは。そうそうそう。そう。だから、誰かが頭で思い浮かべたってことだもんね。そうそうそう。俺を。そう。お前何人検索されてるの？俺ね、100とかなかったよ。90とか80とか。体ポッポしてきたな。この時間に。あ、そう。そうそう。それもう。それハマってんだ。もうね、そう、なんか気づけばやったりしますね。俺がシコシコネタ書いてる時に。いやいやいや、そうそう、だからこういう、いいじゃないですか。頭で思い浮かんだ人を、うん、うわー、絞って絞って、探り当てられたーっていうのを繰り返してんか。恥ずかしい感じで言うなよ。恥ずかしい感じで言わないでよ。もうすぐお前、ザ・漫才の予選がもう、まあさ、ね、ってですよ、今日と。そうですね。そうですね。で、ちょっと、金アキネイターしますよ。え？金アキネ、ちょっと。金アキネイター？金煙みたいな。そのまま、秋のせみたいな。まあでもそうか。あさってか。そうだよ、お前。頭で思い浮かべて、当てられたーじゃないよ、お前。頼むよ。そうですね。ああ。ちょっと頑張んないとね。あさってもう早いですね。なんか、なんだかんだでさ。かな。ねえ。まあでも、一昨年もね、京都で僕ら。京都だね。まあ、うん、後々発表されて、あれか、5位か6位ぐらいだったのか、俺らは。ね、あそうですね。確か、はい。はい。なんか俺、去年も京都行った時は早めに行ってね、寺巡りしたんだよ。実は俺もしてるんですよね。あ、そう。え、今年の予定は？いや、俺今年はさすがにね、もうちょっと切羽詰まってる感じするじゃん。何にだよ。いや、なんかさ、ちょっと頑張んないといけない。おめえぞ、わけわかんねえアプリで遊んでるやつが何切羽詰まってどうすんだよ。いやいやいや、ちょっと待って、じゃあ平子さん行くつもりなの？どこに？寺巡り。寺巡り行くよ。行くんかい！なんで？え？行かないの？もうちょっと今年なんかさ、怖いじゃん。それまでの時間何してんの？他にその前に仕事別にないじゃん。まあそうですね。うん、だから、なんかこう、ネタの確認とか。何それ？そんな確認するようなネタじゃねえからな。どうする？一緒に清水寺でも見に行く？俺去年行ってないんだよ、清水寺。ああ。あそこ、劇場の近くにもなんかね、有名なお寺とかね。そうそうそう。ね、清水寺もね、そんなに遠くないんだけど。そうなんだ。なんかね、途中まで行ったんだけど、うん、確か有料なんだっけ清水寺とかは。愛観料が。
だからなんかね、一人で行くのなんとなく足が遠のいちゃって、うん、なんかぐるーって回ってたらさ、うん、もうわざとちょっとね、うん、迷子になろうと思って、もう細い路地とか、わけわかんない坂とか上がったら、うん、坂だけぐんぐん、ぐんぐんなるところに差し掛かっちゃって、うん、細い坂のなんもないところ、うん、うわー、なんだ、これこのまま行っちゃったらちょっとやばいところ出るかなと思って、うん、ちょっと不安になりながらも、うん、俺迷子なの好きだから、迷子の不安感、うん、知らない街で、ぐん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 上がってたらね、もうお墓とかがもう横に出てきて、それでも細い道がずーっとつながってて、どんだけ行くんだと思って、ずーっと行って、も山の上の方行っちゃって、うん、うわ、これやばいなぁ、うん、戻れるかなぁと思って、ふって後ろ見たら、うん、京都の、うん、もう街並みがさーって見渡せて、ちょうど夕焼けになって、もう俺、京都の街並みがオレンジ色にスーって染まっていく、うん、京都のサンセット。そんなの見れたんですね。それでスーって、うん、空気を吸って、うん、山を降りて、うん、漫才した。粋ですな。あなんで化粧だから。ちょっとじゃあ今年も験担いでね。どっかで会うかもな。何話そうかったら。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV。スタジオのライブ映像とともに同時生放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日は頑張れバナメイエビと題して、バナメイエビを励ませるようなバナメイエビとの思い出を募集しております。何これ来てんの？いやもう大丈夫、メールサーバーダウン寸前ですよ。本当ですか？様々なバナメイエビとの思い出が寄せられております。はい、いいですか？バナメイエビ、うん、本人は悪いことしてないんです。うん、もう一度バナメイエビのあの笑顔を我々は見たいんです。あの笑顔ってなんだよ、バナメイエビのあの笑顔って。バナメイエビ、お前食ったことあるか？ちょっとでもこれバナメイエビだと思って食べたこと多分ないかもしれないな、俺。超絶美味しいよ。マジっすか？ああ、ちょっと食べよう。新鮮なバナメイエビ。もういいですね。俺たちのバナメイエビ。メール来てます。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。俺、中学生の頃いじめられてたんだけど、バナメイエビさんのフリップ漫談が唯一の心の支えでした。バナメイエビさんがいたから、暗い中学生時代を生き抜けました。ありがとう、バナメイエビ。いや、バナメイエビはこうしてみんなを支えてた側なんだよ。うん、で、今、バナメイエビがこういう窮地に立たされた今こそ、うん、こうしたエピソードでね、バナメイエビさんにもう一度笑顔を取り戻そうと。うん、やるよ。こんななんとかやだみたいな。ピーチピチっていうのブリッジ知らない？え？そんなブリッジもある？あるよ。ちゃんとした。ちゃんとしたやつだよ。エンタ出てんのかな、じゃん、バナメ。深夜の、出てた。なんか。さあ、続きまして、千葉県千葉市、ラジオネーム、ABC アットのぶゆき。僕は、学生時代、バナメイエビを携帯ストラップにしていました。そしたら、片思いしていた同級生も、バナメイエビを携帯ストラップにしており、一気に仲良くなりました。そして、付き合うことができました。その時の彼女が、今の嫁です。ありがとう、バナメイエビ。こうしてね、うん、恋のキューピッドにも一役買ってるわけですよ。何バナメイエビの携帯ストラップって。だから自分で生のバナメイエビ。生なの？生なの？生だろう。そのまんまなの？茹でるの？違うよ、そういうことじゃねえよ。なんかプラスチックとかでできてるやつじゃないの？いや、バナメイエビって書いてあるから。すげえな。まあ、茹でるか生かはね、おのおのの判断だけど。なんかバナメイエビのキャラクターみたいな、なんか、そういうのかと思った。バナメイエビのキャラクターはねえよ。すげえ笑われてんな。バカにされてんな、すげえ。なんでバナメイエビのキャラクター。バカにされてんだろう。さあ、続きまして。練馬区。ラジオネーム、いっつも黒 T。昔、地元の不良にカツアゲに会ったとき、助けてくれた、中年紳士のコートの裾からバナメイエビの尻尾が見えていました。
終わった。え、どういうことですかこれ。いやだから、うん、カツアゲに会ってピンチだった時に、うん、中年の紳士が助けてくれたんだよ、うんうんうん、でその名も名乗らず、うん、去ろうとした紳士の後ろ姿を目で追った時に、うんうん、コートの裾から、うん、バナメエビの尻尾が隠れてた。まさかじゃないわこれ。危ない危ない。まさかじゃねえよ。などういうことだこれ。もうファンタジーみたいになってんじゃん。長いトレンチびっしょびしょのトレンチ顔でわかる本来がね。そうだよね、うんうん、で自分の名を、ね、売りたいわけじゃないから、うん、バナメイエビが、バナメイエビは本当に紳士ですよだからスポーツ。さあ続きまして、ゴルフみたいな、静岡県浜松市、ラジオネーム下げ僕は黒の組織に追われているときにちょっと待ってね、ごめんなさい、もう笑っちゃってんじゃん。違う改めまして、うん、静岡県浜松市、ラジオネーム下げ僕は黒の組織に追われているときにじゃあ笑っちゃダメでしょ。はい、読みましょう。はい、はい、はい、うん。静岡県浜松市、ラジオネーム下げ僕は黒の組織に追われている時に奴らからピストルで撃たれたのですが、この時なんと胸に隠し持っていたバナメイエビがピストルの銃弾から守ってくれました。ありがとうバナメイエビ。えっ、ー、やっぱり、うん、こういう逸話がね、やっぱり、うん、いろんなところで語り草になって、うん、で内ポケットにバナメイエビっていうのは、うん、これは浜松では、え、浜松ではもうほぼ地元の人とかそういうことですか。もう内ポケットにバナメイエビ。いや そもそもそんな硬いもんじゃないじゃん。バナメイエビも貫通しちゃうでしょ。年配の人とかは内ポケって呼んでる人もいるからね、うん、バナメイエビよですか、うん、年配の人ね若い人は分かんないやつ。そうなの、うん、浜松だと。浜松の一部ではね海岸沿いの一部の年配の人ね続きまして、ラジオネームまさにパルル右ウィングにバナメイエが、ちょっと待ってこれ、ちょっと待ってこれ止めて俺の、はい、俺の読み間違いだと思われると困るから、うんうん、最初に言っとくね、うん、あのこの人バナメイって書いてて、もうエビとすら書いてないから。でもこれは正しい認識なのよ。ああ、うん、エビか人間とかそういうことじゃないから。あ、そういうこと、ね、俺にとってバナメイエビっていう正式名称で呼ぶけど、うん、バナメイエビかどうかが問題じゃないから、うん、バナメイ、うん、バナメイ、うん、ラジオネームまさにパルル右ウィングにバナメイがいてくれると本当助かる。攻守ともに。もう戻りが早い。攻め込んだけど、うん、そこでバナメイ、うん、取られて前線にフィードされた時の戻り。うん、エビじゃないんじゃない？これなんかバナメイっていう。いいんじゃない？モロッコ総攻守揃った選手バナメイ、バナメイそうだなやっぱりね、みんな何かしらエピソードは必ずこうして持ってるんだね。続きまして、東京都豊島区、ラジオネーム編集綿夜分遅く失礼します、イカです。今回は我々も普段から大変お世話になっているバナメイエビさんを取り上げるということで、いても立ってもいられず10本の足で筆を取りましたバナメイエビさん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いしまーすやっぱり、うん、海となると、うん、こう直のエピソードが送られてきますね、うんピッチピチの、ピッチピチのエピソードが。新鮮なエピソードが。
今朝上がりたての築地直送のエピソードがね、イカさんからね、ここからメールいただきましたけども。ああ、そうですか。いろいろありますね、バナナ。いやいや、それはそうですよ。我々人間だけじゃないですよ。そうか、イカにもあるか。うん、さあ続きまして、うん、神奈川県ラジオネーム落合のダッチワイフ。バナエイエビ。すげえよ、もう間違いだよ。バナメイだかもう限界だろそれで。いやでもバナ、僕バナメイエビだけじゃないから俺らが知ってる。バナエイ、もう一回読む。このまま読んでますからね、はいはいはい、僕は、はい、バナエイエビへ。僕と君がタウン&ハローという名のコンビを組んでから7年、やっと念願のテレビ出演、ご機嫌ように出れたね。紹介のシーンで小坂井さんが、君がタウン君でこっちがハロー君ねって素人みたいないじりをしてきたとき、君は小坂井さんを食い殺しそうになったよね。あの時は怒ったけど今思えば笑えるよ。人生のサイコロは転がり続けてる。今出たサイコロの目は悲しい話、いつかその君の人生のサイコロは楽しかった話になるはず。それまで今はひとまず辛抱。モンスターじゃないですか、もう。いや、モンスターじゃないよ。モンスターでしょ。いや、これはでも、うん、あの、我々が、あの、今回募集してるのは、バナメイエビのエピソードの、これはあの、バナエイエビなんで、またちょっと違う、別の、バナエイエビはまた別のやつ、ね、話になりますね。はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。大丈夫かな今日。高い、今日の夕飯は何食べた？おにぎり。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。さあこちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたあなたから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらってます。はい、いつもありがとう。ノリノリだな今日。参りましょう、うん、千葉県ラジオネーム和田さんのパン、和田さんの脱ぎたてパンツかぶりたい童貞。金曜日、酒井、ツイッターでレゴビルダーの直江和義に、うん、君には素質がある、一緒にレゴブロックの素晴らしさを追求しようと誘われるも、それはエゴだとブロックする。さあ1枚目だいぶエンジンかかってきましたね。来てるな。ブロックいいですよ。それはエゴだとブロックする。エゴブロック、エゴブロックか。何度でも言いましょう。エゴブロック。素晴らしいですね。素敵なお便りありがとう。誰なのそれ。さあ続きまして、埼玉県川越市ラジオネームペルーサ。金曜日、酒井、母親から天秤座の絵文字が一つだけのメールが届いて、酒井はニヤッと笑った。天秤座の絵文字が来たということは、そう、今日の夕食は焼肉だからである。なんでだよ、なんでだよ。あるけどね、なんか天秤座のやつ。絵文字あるね。ねえ、あれなんなんだろう。なんで焼肉とどういう結びつきが。セントセイヤでそういうのあった？天秤座焼肉好きみたいなのあったエピソード。いや、ないはずだけどね。なんなんだろう。続きまして、名古屋市ラジオネーム生きている犬や猫。金曜日、ファーブル。駅前の居酒屋でシートンと仲良く飲んでいると、偶然通りかかったガリバーに中指を立てられる。やはりあいつとは反りが合わないよ。ファーブルは涙とエイヒレを噛みしめるのであった。ファーブルとシートンはいるよね。うん。ガリバーって、ガリバーあの旅行機の人、ね、あのでっかい。急に、ガリバーだけ架空の、ね、ちょっと違う。
架空の人に中指立てられて。まあ、それが合わないからね。実在と架空で。うん、東京都台東区ラジオネーム、河川鉄道3-1。土曜日、キラコ。フリスク派とミンティア派で後輩芸人と揉める。かなりイライラした平子は怒りに任せてフリスクを大量に口に放り込むのだった。それがミンティアだと知らず。あ、すっきりした。平子さん、すっきりしたって言いましたよね。後輩も立てろよな、ちょっと。引っ掛けんなよ。東京都東久留米、ラジオネーム、いよりフリーダム。日曜日、ねるねるねるねを食べようとした日曜日、ねるねるねるねを食べようとした平子。原材料を見て、え、合成着色料とか入ってないの？と興奮気味に言う。え、入ってねえの？すごいね、入ってない。入ってないんだ。入ってないっぽいですよ。自然なんだ。すげえ。めちゃくちゃ入ってそうな感じするけど。ね。入ってないんだね。そう。本当に興奮しちゃったよ。ね。もう粒粒のね、カラフルな粒粒とかね。ね、続きまして、ラジオネーム、田所善意。日曜日、堺。喫煙所でタバコを吸っていると、ライターの火がつかないから貸してほしいと話す的場浩司に、自分のライターを渡しながら、普通、使えなくなる前に買っておきません？と言葉を添える。添えんな、添えんな、そんなの。気分よく貸してあげればいいのにね、別に。なんだよ、的場浩司さん。ラジオネーム、北海道札幌市、ラジオネーム、野良ゴリラ。日曜日、細マッチョでおなじみの中村獅童、久々にジムでトレーニングに励む。しかし、ベンチプレスをしようとしたところで、インテリミートボールこと草野仁志から、邪魔だ七不死と罵倒される。なんかこのミートボールのあのむっちり感と、あと、ね、細い人七不死っていう最近の傾向なんだ。七不死ってひどいよな。ひどいな。ひどいわ。あの、七不死ってね、もしあの、ご存知ない方がいたら、今ちょっとあの、画像検索してみてください。あ、そうですね。多分吹き出すと思う、ね。火の枝みてえなね。ね、うん。細いやつね。はい、北海道ラジオネーム、バスケットカウント。月曜日、平子。酔った勢いで芸人仲間とプリクラへ。みんなの目が大きくなる中、自分だけが肩幅が倍になり、シュンとする。なんで俺だけ肩認識されたの？目だと思われたってことだ。今のすごいもんね、目ね。いや、今すごいわ、びっくりするもんね。あれ、ちょっとやめようっていうメーカーないのかな、ね、行き過ぎだっていう。ちょっと今行き過ぎてるとこあるよね。うん。ねえ。あれ。たまに俺らも、まあ、実際撮るもんね。そうそうそう。酔っ払ってる時とかね。そうそうそう。やったりするもんね。ああ気持ち悪いもんね。気持ち悪い。近すぎて。自分たちのいいとこ全然出てない。群馬県ラジオネーム、丸刈り丸ゲリータ。月曜日、堺。番組にスペシャルゲストとして登場したポール・マッカートニーが、拙い日本語で、私、アルコ&ピース好き。堺さんは、ビートルズの曲、何聴きますか？と聞いてきたので、俺ヤコゼンしか聞かねえからという話。ポールが着ていたジャルのハッピーを引き裂く。いやこれ、いやまだね、ヤコゼンしか聞かねえからまではいいけど、ジャルのハッピーなんで引き裂く必要あるの？ヤコゼンもそういう歌じゃねえしね。全然違うもん。すげえな。ひどいな。ひでえな、これ。やめてよ。残るな、これ。残るな。愛知県ラジオネーム、天国のおじいちゃん。月曜日、ケンさん。ゲートボールを抜け出し、みんなのアイドル、スナック千鶴のママと巣鴨でデート。
途中山ちゃんに見つかるものの天然のふりをして切り抜ける。なんだよ。月曜日源さんじゃないよ。知らないよ。知らないよそのおじさんの日常。一般人の人にされたらもう分かんないからせめてね。まね本当だよ、千葉県ラジオネームプレッシャーバースト。火曜日日直受験を間近に控えピリピリしている教室で。起立礼チャック・ウィルソンと言い放ち地獄を見る。それは地獄だな。いや火曜日日直じゃねえって。ゲンさんとか日直とか俺らの一週間、ね、俺らの一週間、ラジオネームホットウォーターホーク改めポンコツポコチン、うん、火曜日石坂浩二お試しかの収録でパンサー尾形がサンキューを連呼していたのでテープチェンジの時に耳元でうるせえという。言わないってねそんなの。テープチェンジの時わざわざ近く行ってうるせえ。怖えな俺。もう石坂浩二さんとどっかで現場一緒になった時ちょっと怖えわ。千葉県ラジオネームプレッシャーバースト。水曜日白子死角に潜んでいた川崎市民1に足払いをされて転び川崎市民2に水をぶっかけられて川崎市民3に童貞か聞かれる。お前やめさせてくれよ。知らねえよそんなやついないよ川崎市民。俺サルカニ合戦みたいなよ。罠仕掛けられて最後なんか来んのかなと思ったらおめえ童貞か。敬語になるわ。違います。北海道ラジオネームバスケットカウント。水曜日ベッキー友達申請してるのに誰も許可してくれないとフェイスブックに書くとサーバーが落ちるぐらいいいねをされる。サーバー落ちるぐらいいいね。ベッキーベッキーのあのなんかこういう感じの笑える感じって何なんだろうね。何なんだろうね。天真爛漫で朗らかなはずなんだけどね。行き過ぎてんのこの。確かにな。東京都中野区ラジオネーム不要義務。木曜日酒井深夜番組で仲良くなった大月健二さんに誘われ左目に放射状のタトゥーを入れる。仲良くなっても入れないよ俺。あのね、うん、ビーズの稲葉さんをへそに入れてるみたいな、うん、太陽みたいなね。どっち入れる？目の周りに放射状のタトゥーか、へその周りに太陽のタトゥー。へそだな、俺。まあまあ、だろうけど、うん、それもそれでだな。ちょっとでも悩むな。へその太陽もきちいぞ、結構。大阪府大阪市、ラジオネームザットゥー。木曜日酒井保坂直樹に一緒に飯行かないと誘われるもフルフルズの赤サバイバーを歌ってごまかしその場をなんとか後にする。ごまかせるかそんな。一回いいじゃん別に。選曲おかしいだろ。しょうがねえかってなのかな。はい、ということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたからアルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日はね、うん、頑張れバナメイエビと題して、うん、辛い思いをしているだろうバナメイエビを励ますようなメールを送ってもらっています、うん、はい、いただいてますよ。ラジオネーム安田圭。今 DVD で見ていたフォレストガンプの停止ボタンを押しました、うん、だってバナメイエビの物語の方が何倍も何十倍も僕に大事なことを教えてくれそうだからありがとう。フォレストガンプに出てくるエビは、ありましたね。バナメイエビではないということでしょうかね。そうなんですかね。
あの出てきましたね、うん、あれ誰がやったんだっけ、ダンチュウイじゃなくてババ？ババ。ババか。ババと一緒に、そっかそっか。エビを、カンプは。これどころじゃねえと。今、バナエビ、バナメイエビが大変なんだよと。そうですね。あ、いろんなエビがありますけど、バナメイエビ優先ということで。そうですね。皆さんもね、はい、ご協力いただいているということでしょうね、これはね。そうですね。ありがたい。はい、ということで引き続きメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。はい、さてアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部の地域の方とはこの曲を聴きながらお別れです。1時間お付き合いいただきありがとうございました。聴ける方は引き続きよろしくお願いします。はい、はい、では聴いていただきましょう。キスマイフット2でスノードームの約束。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日は話題になっているバナメイエビを励ますメールを募集しております。いや、もうどんどんね、うん、元気づいて喜んでるバナメイエビの喜びの声が聞こえてくるようですよね、うん、そうですかね、うん、さあ、メールが来てますね、うん、ラジオネームソルイグチ。なんか今日は変な汗が出てる、うん、俺もお前らもこれはね、おそらくね、エビの、うん、エビの汁ですよ。え？エビの汁がね、出汁出ちゃってますか？一人一人がバナメイエビ。よくわかんないけど、一人一人バナメイエビ。いいですね、いいですよ。うん、来てますね、はい、やっぱね。ありがたいですね、はい、バナメイエビ、うん、さあ、うん、ということでまだ引き続き、うん、バナメイエビのいい話エピソード皆さんからお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、それではこちらのコーナーに参りましょう。相棒アンドロイドごちそうさん。はい、こちらのコーナー、我々アルコ&ピースがドラマ、アンドロイド、ごちそうさん、相棒、どれにでも出演できるような役者になるためのコーナー。どんなアンドロイドが何をしてごちそうさんをしたのかを送ってもらっています。はい、はい、来てますね、はい、はい、さあ、まずは、うん、東京都ラジオネーム河川鉄道31、西日暮里アンドロイド駅から徒歩5分のところにラウンド1ができることが決まり、ごちそうさん。これはいいですね。活性化確実ということで。ラウンドワンできんだ。ごちそうさんだな。ラジオネームポコピン。中二病真っ盛りのアンドロイド。不良に喧嘩を吹っかけられたところで不敵な笑みを浮かべながら右腕の包帯を取り外し静かにごちそうさん。ボコボコフラグだろう、ボコボコフラグ立ってんだ、これ。封印解いたじゃねえんだよ。ああ、でもそういうのやってたな、でも俺も。包帯まで行かなくても。ね、やりかねねえな。意味ねえサポーターとかつけてたわ。なんともねえのに。ああ、わけわかんねえな。なんなんだろうな。続きまして、ラジオネーム三平。10年間猛勉強して、東京大学の入学試験に挑んだアンドロイド。博士から名前を付けてもらっていなかったため無記名で答案を提出してごちそうさん。ごちそうさんじゃねえだろこれ。落ちちゃうだろ。神奈川県ラジオネームゴルゴ31。駅伝選手アンドロイド。足をつったふりをしながら観客の視線を浴び続けごちそうさん。走れよ。普通に走れや。神奈川県ラジオネームゴルゴ31。オリコンの社員アンドロイド。和式便所が似合う有名人を考えていたところに古田敦也が通り過ぎ
ささん言われてみたらなんか不思議と、そうだね、なんでだろう、なんだろうな、和の趣があるのかな、そうなのか、古田、そうだね、あるな、そうだね、日本人っぽいもんね、すげえな、俺には分かんねえっていう人誰もいないんだよ、みんな分かったな、すごいな、神奈川県ラジオネームはしごだるま、人生で一度だけ強力なエネルギー弾を放つことができるアンドロイド、どうせならまとめて吹き飛ばしたいと思い、エグザイルのライブ会場へ。ライブ終盤、チューチュートレインのイントロがかかり、はい、縦に並んだごちそさん、ドーン。ゲームとかでもすげえ気持ちいいときなんですよね。はい、縦に並んだ。そんなことすんだよ。人生で一回だけでしょ、だって。続きまして、ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。不良アンドロイド。友人たちとスクーターを乗り回して遊んでいると、工事現場を見かける。その時、不良アンドロイドは我が目を疑った。スーパーでパートをしているはずの母の姿を見つけたのだ。汗と泥にまみれた母を。俺はバカだ。考えればわかるじゃないか。女手一つスーパーのパートだけで俺と弟を何不自由なく育てるなんて無理だって、そう思うと情けなさが込み上げ、一人逃げ出すようにスクーターを走らせる。雨など降っていないのに彼の頬はぐっしょりと濡れていた。この時彼は心に決めたのだ、親孝行アンドロイドになると。そして彼は思った。そうだ、今日は2年ぶりに家族3人みんなで晩ご飯を食べよう。そして母ちゃんに大きな声でこう言おう、ごちそうさん。とうとうすごいな、食べ物系ごちそうさんがね来てしまいましたよ。一周回ったのかなこれ。ドラマ性これ、ね、不良アンドロイドから親孝行アンドロイドにこうね、アンドロイド自体が意思を持ってそうだね、進化するのって初めてかもしれないね。面白いな。神奈川県ラジオネームゴルゴサーティワン。三塁コーチャーアンドロイド。試合前日に肩を脱臼してしまい、首の可動範囲をフルに使った指示出しで、ごちそうさん。首でできるか指示。いや肩痛えだろそれで。痛えっつってんの。煙出るだろ。ラジオネーム三平。相撲のルールを知らない力士アンドロイド。売店で買ったコーラとポップコーンを持ったまま土俵に上がって、ごちそうさん。教えてあげてよ誰か。ダメだよそんなの。ワンパクに食べたいだけの。ラジオネームベンチウォーマー中山。才能のないシンガーソングライターアンドロイド。アスファルトに咲く一輪の花を見て、ごちそうさん。散々こすられてるだろう。静岡県ラジオネームいちご大福。放課後のアンドロイド。夕焼けが照らすグラウンドでは野球部の部員たちが必死になって白球を追いかけていた。どこからか吹奏楽部が練習するトランペットの音色が聞こえてくる。一人残った教室で僕は気になるあの子の机から縦笛を取り出した。青春という一瞬の輝き、自分の夢にごちそうさん。放課後アンドロイドって何。なんだよ、いらないよそんなアンドロイド。縦笛なめんだろう。東京都ラジオネーム改まった金玉。サービスという言葉に弱いアンドロイド。サービスギャン、サービス残業を頼まれ、ごちそうさん。どういうことなの、何サービスという言葉に弱いアンドロイドって、作る時のモチベーションはどういう。続きましてラジオネームベンチウォーマー中山。
木の実奈々アンドロイド。旅の途中で事件に巻き込まれるが、古谷一行と共に見事事件を解決する。キロロの歌に合わせてエンドロールが流れる中、古谷一行に対し、ああ安心したらお腹空いちゃった、飛騨牛食べに行くよ、もちろんあんたのおごりでね、ごちそうさん。すごいすごい。あったのかなそのセリフ。いやすげえ、このごちそうさんより何年も前に、うん、木の実奈々は連呼してたからね、うん、こうしてこれ本当にあったセリフ、これなんだっけ、あのおっぱい出るあれだよね、あのね、温泉湯煙シリーズか、うん、3人ぐらいの女の人がね、そうそうそう、うん、いたな、あー昼間の刑事さんっていうやつ、マストであるやつ、ね、ああすごいな、群馬県ラジオネームマルガリマルゲリータ。太平洋アンドロイド。右肩にある湘南の海にて深田恭子が水着でドラマ撮影を始め、ごちそうさん。太平洋アンドロイドと湘南の海が右肩に当たるんだ。知らねえ。はい、次まして静岡県ラジオネームいちご大福。お母さんアンドロイド。中学生の息子が反抗期になり全然話をしてくれない。最近学校はどうなのと聞いても、うるせえババアと罵られてしまう。しかし夕飯後、いつものように無言で自分の部屋へ帰っていく息子の残らず綺麗に平らげられたお皿を見て、ごちそうさん。なんかこれ系多いな。そうですね、多いですね。ほかほかするな。じゃあラスト、大阪府ラジオネームザットゥ。潔癖症アンドロイド。友達のお母さんから手作りのおにぎりを出され、あ、ごちそうさん。絶対食わねえな、食わねえな、これ。ビニールにバシャバシャって入れて捨てる。はい、ということで引き続きメールを募集します。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は何々アンドロイド何々でごちそうさんでお願いします。懸命に相棒と書いていただけると助かります。ではここで1曲、ドラマごちそうさんの主題歌です。ゆずで雨のち晴れるや。アルコ&ピースの坂井健太です。はい、平子ゆきです。はい、今日は頑張れバナメイエビと題して、バナメイエビを励ませるようなバナメイエビとの思い出を募集しております。はい、ちょっとねその前にこんなメールが来ています。うん、ラジオネームスピードスター早川。件名、うん、エビの名前本文何でしたっけ。バナメイエビだっつーの。バナメイエビね。あ、シュリンプの中のシュリンプ。いや知らないぞ。まことのシュリンプ。その意味を知らないわ。バナメイエビ。ね。バナエイエビじゃないですよ。バナメイエビですから。バナメイエビ。はい、うん。はい。それでは紹介していきましょう。うん、ラジオネーム、パン屋マン。私は農業を営んでいるものです。去年から私どもの農園にタイから農業の研修として数名滞在しているのですが、その中にポンチャイバナメイという若者が一人おります。よく働いてくれますよ。もうエビじゃないですね、もうそれは。いや、タイの、彼が夕飯の前に入る、うん、その浴室をそっと覗いてごらんなさい。開けないでください。決して。続きましてラジオネーム半間雄二。僕はエピソードはないのですが、これからちょうどバナメイエビとは縁がありそうなのでメールしました。というのも来年から知人の酪農家で働くことになり、
そこにはバナメイエビが180頭いるそうです。大自然に囲まれた素晴らしい環境で放牧されたバナメイエビはとても雄大です。僕はどうやら搾乳の他にバナメイエビの子牛の世話もさせていただけるようなので今から少し楽しみです。え、あれおかしいな。バナメイエビですよね。バナメイエビですよ、間違いなく、はい、うん。じゃあこの酪農、ま、このこちらの酪農家には、うん、そのバナメイエビが180頭いる。それまずおかしいですね。頭で、あの素晴らしい環境で放牧されてて、放牧おかしい雄大に育てられてて、うん、そのまあ搾乳、その他にバナメイエビの子牛の世話、そこそこ革新的、そこバナメイエビの子牛いや、その お前らが勝手にバナメイエビの幅を狭めて考えてるだけだから、うん、いや分かんない、それバナメイエビじゃん、エビじゃん、格子って言っちゃった。だからもう ありとあらゆるものはもうバナメイエビだからそうなの、バナメイエビじゃないものってないから、いや、なんでもありになっちゃうよ続きまして、ラジオネーム、ご飯おいしい銭形。今ここにバナメイエビが来なかったか、バカモン、そいつがバナメイエビだどういうことだよ何何それなんだよ、どういうことなんだよこれ続きまして、北海道、ラジオネーム、バスケットカウント。バナヘイ、お前は甲子園で優勝してんだろ、あの時俺らの世代でナンバーワンのピッチャーは間違いなくお前だった。今でもお前が一番だと思ってるよ。戦力外通告がなんだよ、東山則之のナレーションがなんだよ、トライアウトから這い上がってこいよなんで一回出てるんですかあの超面白い回ね、トライアウト受ける結局台湾行っちゃうでしょあの車の中のインタビューとかなエビが全然電話かかってこないの奥さんがなすげえ管理した食事とかな作ってくれてて続けては欲しい、本当に第一はそこですけども体に無理せず、うん、好きなことやってほしいなって思いはありますね奥さん、すげえよくできた美人の奥さんな。そうなんだよね、バナメイエビの奥さん。バナメイエビやっぱおかしいんだよ、だから元モデルのバナメイ京都府、ラジオネーム、コビット。俺がバナミンと出会ったのは大学に入ってすぐだったバスに乗って大学に向かっていた時のこと、子供に席を譲ってもらったおばさんに、子供の席を奪うなんてどういうことだと叫んだのが、そう、バナミン。まだ日本に来て間もなかったもんな、バナミン。あれからいろいろあったけど、これからもよろしくな、バナミン。何人なんですか、バナミン。これは、まあ、留学生ですよね。留学生ってこと、エビじゃないですね、だから、それはもう。エビではないですよ、これは。そこはいいんですか、もうエビじゃないんですね。これだ、バナミンだから、バナエイではないから。バナ系いい話いバナ系くくりのいい話続きまして、練馬区のラジオネーム、いっつも黒 T。ショーウィンドウに飾ってあったトランペット、すごく欲しかったのですが、うちは貧乏だったので手に入れることなんて夢のまた夢でした。日課のようにショーウィンドウに張り付いていると、後ろを通りかかった中年紳士が、少年、日本一のトランペッターになる自信はあるかと聞いてきたので、元気な声でうんと答えると、そうかと言って去っていきました。あれあれあないないぞあれ
ついに実体すらもなくなった。普通オタが来たぞ。この番組に初めての普通オタが来たぞ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。家族。我々アルコ&ピースはリスナーと甲殻類のことを家族だと思ってます。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はい、千葉県ラジオネーム君と羊と馬。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。僕は今日本に足りないものはこんにゃくだと思うんだ。だって日本人は身長が小さいけど意外と体重が重いだろ。だからカロリーが低くて食物繊維が豊富なこんにゃくをもっと食べるべきだと思うんだ。それにこんにゃくといえば群馬。その群馬県は日本の中で肥満者の割合が20番目に低いんだ。見習うべきだと思うよね。こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく。なんか痩せる気するよな。ちなみに僕は45キロ。もっと痩せないと。これは何なんだろうこれ。何なんすかね。何がどうなってんだ。パリコレが生み出した弊害。北海道ラジオネームイエローサブマリン。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。皆さんは靴下を食べたことがありますか？僕はありません。でも僕は皆さんに自信を持ってこう言いたいと思います。靴下は美味しいと。靴下は元来足に履くものとして定理づけられてきました。靴下をちょっとしたおしゃれの一部として捉える人もいるでしょう。しかし靴下の説明書に靴下は食べられませんと書いてあるでしょうか？答えはノーです。靴下が食べられないなんて記述は説明書にありません。書いてないということはうまく調理すれば食べれるのではないでしょうか？ご飯のお供に、お漬物に、ビールのつまみに。靴下のポテンシャルは計り知れません。まだ夜ご飯が決まっていない奥さん、ぜひ今晩のおかずに靴下はどうでしょうか？さてこの説明を聞いて靴下を食べたいと思ったあなた、職場で運命的な出会いがあるかも。男性には積極的に行きましょう。ラッキーアイテムは青いハンカチです。靴下を食べたいと思わなかったあなた、今日はイライラする一日、気持ちを落ち着かせてください。それでは楽しい一日をお過ごしください。海藤愛子でした。気持ち悪いな。気持ち悪いメール。なん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 このコーナー。何の後書いたのこれ。でこの後何やったの。続きまして、山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。どうも、最近のマイブームはダム観察、タミヤ二郎です。タミヤ二郎のタイムショック。第1問、上から読んでも下から読んでもデーブスペクターのチンチン、さてこれは何。第2問、奥さん、今あなたの家空き巣に入られてますよ。第3問、この世から戦争が消えてみんながアナルを突き出し合えば素敵やん。第4問、クックドゥドゥドゥ。この鳴き声で一世を風靡した俳優はカニエ何。第5問、日本の三大義務はおすぎ、ピーコ、あと一つは何。第6問、カモメンタルはとある国では男性器の意味になります。さてどの国。
第7問ここで休憩。第8問ラクリマクリスティのラに込められた言葉は。第9問キテレツ大百科の善蔵さんのために今僕たちができることは何。第10問椎名林檎のおっぱいと北斗晶のケツ揉むならどっち。第11問今何問目。第12問今何問目。続かねえだろそれ。はい2問正解。残念ながらトルネードスピン。以上最近のマイブームはダム観察神谷次郎でした。いやこれしいんだよシリーズ。なんだ兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだからのバツってそこで一回切れて新しい新世界がガッて出てくる。怖いんだよ。どっちも繋がんねえもんな。そっから、うん、なんかあの悩みがあったら、うん、あのこのね番組宛てじゃなく、うん、別個のメールとかもね、うん、全然ね。そうですね。危ない危ない本当に危ない。北海道ラジオネームノラゴリラ。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら略してもしドラ。今日はこれを否定しようと思う。もしドラは何の変哲もない高校の野球部をドラッカーのマネージメントを読んだ女子マネージャーが強豪校へと変えていくというストーリーだ。しかし考えてみてほしい。女子高生が普段どんなことを考えて過ごしているか。彼女らは常にセックスすることしか考えていない。学校内のいわゆるイケてる男やサッカー部バスケ部の男とどうしたらずっこんばっこんやれるのかということしか頭にない。そんなやりまんがドラッカーのマネジメントを読むことなどありえるだろうか。いやありえない。読書するとしても携帯小説というやりまんが書いたやりまんを泣かせるためのやりまん妖精小説程度だろう。つまりこの小説のタイトルをより現実的にするならこうなる。どうせ高校野球の女子マネージャーも携帯小説読みながらオナニーしてサッカー部連中との立ちバックを夢見てる。改善を求める。エータ。エータの意見だったんだ。たまりかねたんだろうな。俺ずっこんばっこんって久しぶりに言ったわ。俺も久しぶりに聞いた。ひとちゃんけんちゃんご機嫌テレビ以来かもしんねえな。ずっこんばっこん。いやいやいや、これは大変なことですよ。続いていきましょう。東京都のラジオネーム河川鉄道31。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。ゾウさんゾウさんお花が長いのね。そうよ母さんも長いのよ。ところジョージは歌い切った。そしてこう言った。それでは今のを逆再生してみましょう。するとスタジオに曲が流れ始めた。会いたかった会いたかった会いたかったイエス君に。ところジョージは言った。そうです、ゾウさんを逆再生すると AKB の会いたかったになるのです。秋元康さんが仕掛けたトリック、皆さんは見破れましたか。世界の音楽ミステリー、また来週お会いしましょう。さようなら。世界よ、これが日本のやらせだ。やめろ、やめとけよ。バレバレだよ、それ。それはバレバレだよ。今ね、ね、いろいろとね、大変ですから。北海道ラジオネームおむすびちゃん。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。ピー、こちらは留守番電話サービスセンターです。現在お預かりしているメッセージは334件です。
確認される場合は1を、終了される場合は2を、神田うのの離婚を水際で食い止めるには3を、割れたお皿を修復するには4を、ラクリマクリスティをエジプトで再結成させるには5を、長友を帰国させるには6を、高橋名人の膝を叩く場合は7を押してください。ピー7、高橋名人の膝を叩く、よろしかったら1を押してください。ピー、高橋名人の膝を叩きました。もう一度叩く場合は1。ピー、高橋名人の膝を叩きました。もう一度ピー、高橋名人の膝をピー、高橋名人の膝の皿が割れました。他にご用がある場合はピー。4、割れたお皿の修復。ピー、高橋名人の膝の皿が復活しました。他にご用がある場合はピー。5、ラクリマクリスティをエジプトで再結成。ピー、ラクリマクリスティがエジプトで活動を再開し始めました。他にピー。6、長友を帰国させる。ピー、長友が成田空港に出現しました。ピー、ご利用ありがとうございました。ガチャン、ツー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 、総合勝者じゃん。もうなんだこれ。バカだろ、バカだろこれ。ダメだ。はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。このコーナーの最初急に喉痛くなった。とんでもなかったのね。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、もはや前回いつやったのかは覚えていませんが、こちらのコーナーに行きましょう。元気いっぱい酒井ちゃん。はい、このコーナーでは番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。元気欲しい、元気欲しい、元気になりたいね。元気いっぱいいっぱい、はい、欲しい。さあ行きましょう。東京都葛飾区、ラジオネーム、はい、関口優斗。酒井ちゃんってゲーム機で言うとメガドライブって感じだよね。元気じゃなくなっちゃうよ。なんで？メガドライブだよ。メガドライブって今あんのかな。メガドライブって今あんのかな。ドライブはやだ。メガドライブはちょっと前なんか少し方向性変えた？方向性変えてる、絶対メガドライブ方向性変えてるよ。酒井ちゃんが。どこ行ってんのメガドライブ。酒井ちゃんが。メガドライブじゃないよ。元気じゃない。元気じゃない？本当？じゃあ次行こう。ラジオネーム、ウイロー。酒井ちゃん、そのシャツ、江川達也とお揃いだね。元気じゃない。どうして？江川達也さんと一緒だよ。江川達也とシャツ一緒だけが絶対。絶対嫌だ。どうして？俺あんな人と一緒にされたくないもん。じゃあ誰とシャツが一緒だったらいいの？俺だったらね、うんうん、江川達也の漢字で言うとね、うん、あのね、江川達也、江川達彦。江川誰？江川達彦さん。一般の方？江川達彦さん聞いてますか？お世話になりました。達彦さん。ね、元気？いや、元気になった？元気になんない。なんない？元気になんない。おかしいね。続きまして、神奈川県横浜市、ラジオネーム、陰毛ご飯。酒井ちゃん、オルゴールはゴリラの仲間じゃないよ。え？ん？え？オルゴールとゴリラは仲間じゃないの？仲間じゃない。元気じゃない。どうして？オルゴールとゴリラは同じ仲間でしょ。だってさ、ゴリラはウコウコじゃでしょ、うん、ゴルゴールもさ、ウコウコじゃん。ちゃん、ゴルゴールって言った。ウコウコウコ。ゴルゴール、ゴルゴール。ゴルゴール。達彦さん。達彦さん。
になった。元気じゃない。元気じゃないの？元気じゃない。じゃあ次ね。東京都葛飾区ラジオネーム関口優斗。坂井ちゃん、ひき肉はすぐ冷蔵庫に入れなきゃダメだよ。元気じゃない。どうして？ひき肉なんで冷蔵庫にすぐ入れなきゃいけないの？いやでもね、肉だから。太陽にいっぱいさ、ひき肉浴びさせてさ、そっからさ、4日ぐらい置いて食べるのが一番美味しいって聞いた。ひき肉確か聞いたよ。誰に聞いたのそんなの。辰彦さん辰彦さんに聞いたもん。辰彦さんに言ったの？それデマだからさ。江川の辰彦さん。それダメだよ、そんなことやったら。嘘だよ。嘘だったよ。元気じゃない元気じゃない。聞こえない。元気じゃない。じゃあ次ね、神奈川県横浜市ラジオネーム陰毛ご飯。坂井ちゃん、僕がおにぎりになっても泣かないでね。おにぎりになっちゃう。泣かないでねって言ってんだよ。泣かないでねって言ってるから、なんか、あれどうしたの？元気いっぱい坂井ちゃん！なんで？貴様をおにぎりにしてやろうか。いや、この人はね、もう、なってもって言ってるから、坂井ちゃんが別にするわけじゃないんだよ。え？この人が自発的になるみたいな感じだから、坂井ちゃんがおにぎりにするわけじゃないの。おにぎりにするわけじゃないの？そう。じゃあこの人、誰？なんかでも、わかんないけど元気になったからいい。なった？元気になった？うん、元気になったからいい。なんでそんな、今日声かすれ気味なの？久しぶりだから。久しぶりだからもう曲いっちゃう。え？セレナでチェンジ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、今日は頑張れバナメイエビと題して悪者扱いされているバナメイエビを励ますメールを募集してきましたが、はい、まだまだメールの方届いております、うん、さあそれでは読んでいきましょう、うん、ラジオネーム羊羹羊羹で食えよグッドラックマンデーフットボールパッパーパラダパラーパラースウェーデンパナメンえもう一回言おうか、うん、マンデーフットボール、うん、パッパーパララパラーパラースウェーデンパナメンパナメンマンデーフットボールパッパーパララパラーパラースウェーデンパナメイエビパナメイエビですよ。パナメイエビ、うん、いやパナメンとか言っていやバナメイエ今日はバナメイエビのですよね、うん、はい、スウェーデン所属バナメイエビ、スウェーデン所属、うん、スウェーデンのバナメイエビ、各国のバナメイエビ、はい、マンデフットボールで、うん、バナメイエビのその特集みたいな、うん、岩ずらした時にシュッっていうのをデレッ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 はやっさあ続きまして神奈川県ラジオネームルービックキューブ。こんばんは。私が今ハマっているのは鶴を折ることです。その前は飛行機でした。今は鶴を折ることです。その前の前はお財布を折ることです。今は鶴を折ることです。それでは行くな行くな行かないで説明してそれではじゃねえよ。いや待て、これこのメールの本文の他の文字を塗りつぶしていくと、えバナメイエビガンバレ。嘘だ。おおーじゃないよ、嘘出るよそれ。何これ。ないよ。それではって。いやだから、うん、この中からこの中に入っているメッセージを我々が読み解かなきゃいけない。
あ、ちょっとじゃあ今の段階では無理なんですね。今はまだ無理。誰かさ、あ、なんか炙るやつ持ってきてよ。ろうそくとかでもいいから、あったかい。出てくるの持ち。ドライヤーでもいいよ。しけるからな、みんな。そうか。さあ、ラジオネーム星屑の中のクズ。動くことが嫌いだった私に、ワイナイナが走ることの楽しさを教えてくれました。今では走るのが大好きです。以上ですか？なんこれ、恐ろしいな、こんなの。いや、あの、本当にね、これだけ素敵なメールを紹介してきたわけですけども、うん、まあバナメイエビをね、元気づけることはできたでしょう。うん、まあ、今回はね、本当に意味のある、そして意義のある回だったと思います。え、これで終わり？バカ野郎、お前。終わりじゃないよ。これが始まり。今、俺たちは、スタートラインに立ったばっかりなんだよ。うん、オープニングでも言ったけど、うん、バナメイエビの戦いはこっから。こういうことをこうやって継続して続けていくのが大切なの。うん、こっから。Now、今。まさに今がスタート、うんうん、なので引き続きバナメイエビの応援を皆様よろしくお願いいたします。 OK、 石井ちゃん、ジングルちょうだい。社会ジャスミンティーのジャスミンってなんだ。おいおいおい、また違ったやつだな。香り高い葉っぱ。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。はい。はい、メールが届いてますか。はい、あ、ラジオネームはありません。うん、多分今日は時間が余ると思うので、うん、一つだけ聞かして、うん、なんでバナメイエビがテーマになったんだっけ。愚問。愚問ですか。時事を切る。それが報道ラジオ。いや、報道ラジオじゃないでしょこれ。でもダーリンハニーも聞いてると思うよこれ。聞いてますかね、ダーリンハニー、うん、これがオールナイトだ。鉄道じゃ UK じゃ勝てれないリアルがここにある。聞いてたらもう一部楽勝だなとか思われてるんじゃないですか。何だったんだよお前。さあ、まだまだ届いておりますよ。新潟県ラジオネームクリープボーイ。今何時だと思ってるんですか。まだ道潮ですよ。お、これはバラメイエビ本体からの。あれ、おい、ラジオネームバナメイエビ。アルコ&ピースのお二人こんばんは、バナメイエビです。皆さんの応援本当にありがとうございます。辛い時期だったのでとても助かりました。しかし私以上に傷ついてる人がいます。そう、トビウオの卵です。とあるレストランでキャビアとして提供されていたトビウオの卵です。皆様のその温かい心をわずかでもトビウオの卵へ向けていただけるとありがたいです。届いてます。バナメイエビさんから。バナメイエビこのまま来たんですね。来ましたね。あの、みんなの温かい心がね、このバナメイエビには届きましたという、これ証拠ですから、次週はトビウオの卵です。もういいわもういいわ。はい、ということで、番組にメールをください。質問報告何でも OK です。あとポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太とドブロックの森でした。